じゃあ推理メモを見ましょうか。洞窟から脱出しろ。へい。まずは状況の確認。さあ脱出できそうなとこ調べましょうか。入り口を今から見に行くんだっけ。今現在ね、洞窟の中閉じ込められちゃいました。雪氷だっけ、閉じ込められちゃったんだよね。お、何？でもな、暗さで確認できるか。君技使えないんだよね。頭使え。明かりになりそうなものはないか。そこに一文字おるやん。頼む。一文字かな。よく気づいたな、ティム。一文字。もしもし。かわいい。灯火ポケモン。明るい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 。いいぞ。あ、一文字の炎でこんな明るいんだ。登山の手がかりも調べたいしな。一文字元気？もしもし。洞窟なんか知ってる？もしもし。仲間がいっぱいで楽しいってさ。一文字洞窟だ。なんか落ちてますか？なんか落ちてるね、棒切れとか。案内の看板かな？棒だけ見えてる。さあ、うわー、登れそうにな、岩で塞がってる。他の出口を調べようっていう。うわー、これ絶望的だよな。うわ、どうしようか、これ。ピカチュウどうする？クルリンパ。いざという時のためにな。何やねん、それ。これ場所によってなんか違うのかな、喋ること。探偵は体力士。あ、出た、もうそれ聞いたことあるよ。いつでもどこでも、おちゅう。体を鍛えるんだ。そうか、こういうとこでも体力使ったんやな。さ、困ったね。なんか落ちてるぞ、これ。ね、これ。石の破片かな、尖ってる石がある。これ覚えておきましょう。ひともしー。もじもじー。あと5分だと、また来よう。まあ、もうちょっと寝てもらおう。大丈夫？君。君かわいいね。足大丈夫？こうしてれば平気よ。ティム君に頼りっぱなしね。エミリアさん休んでてください。なあ、ちょっと、後でご飯連れてってもらわないと。ここは何を取材に来たの？どんな場所なのかレポートするつもりなの。ファミリー向けの観光地なんだけど、デートスポットとしてカップルにも人気で始めたから、紹介しようと思って。ティム君はどうしてここに？観光ですよ。ええ。あ、せっかくの お出かけなのに巻き込んじゃってね。全然、ミリアさんのせいじゃないですよ。あとで デートしてね。撮影の時明るかったんだけどね。一文字の炎が明かりになってたんだ。なんで今暗いんだろう。寝ちゃったのみんな。暑くなってくるから涼しいお出かけスポットを紹介しようと思ってね。上司の提案なんだけど。まあ、無駄な番組のはずだけどな。鬼氷が。雪氷じゃなくて鬼氷だ。はいはい。鬼氷使ったことねえからな。なんかメガ進化したらすげえランダム性高いポケモンなんだよね、確か。さあ、暴れ出す原因について何だと思う？わかんない。これまでと同じにやってんだけどな。不思議だね。でもこっちとしてはスクープになってラッキーだけどね。一体鬼氷に何があったんだろう。さあ、いろいろ調べたけど結果わからない。この岩の下になんか落ちてそうだけどね。調べらんないんだよな。ピカチュウなんかわかる？上を見てみろ。何上って、さっき落としたとこだよね。穴開いてる？ん？おー！ピカチュウ投げるか、そこから。でもピカチュウ投げたところでな、空飛べるポケモンに運んでもらえないかな。いいね。じゃあ空を飛ぶ使えるポケモン情報収集しましょう。目星を見つけろ。あ、いいね。すぐに行動に移すぞ。ひともしに聞くか。するなよ。何がポケモンいるのっていう。ひともし、なんか知らない？もしもし。あ、知らんか、ひともし。こいつ起こすか、起きて。起きて。あと5分だって。ダメだ。さあ、目星つけるか。なんか、知らない？エミデちゃん。知らないか。君、なんか知ってる？ああ、調べたからわかるって。ひともしでしょ、あとは。うわ、なんだっけって。おい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 。さっき撮った映像でわかるよ。じゃ、カメラ見て、バッテリー切れてるって。ポーチがないわ。うわー、看板の近くで置いたままだっていう。で、ポーチ探してきますって。さっきの岩の下かな？空を飛べるポケモンがいるといい。なんだろう、これ。でっかいポケモンだったらいいんだけどね。ね、ピカチュウ。ビデオをチェックだ。オッケー、ピカチュウ。ピカチュウのこの声慣れてきたよ。かっこいい声に。さ、ポーチは多分この下かなと思うんだけど。崩れたのかな？ふい、よいしょっと。大変やな。
よいしょっと、あった、さあポーチを獲得でーす。持ってきたよポーチ。ポーチ見つかりましたわ。さあ映像を確認しよう。空飛べるポケモン見逃すなよ。必要な情報がないか調べるぞ。めっちゃ荒れとんで。お、フワライドの進化前だ。だってあんなことになるなんて。なんか落ちた。目が。目の色が変わっていきなり暴れ出したんだ。うわ。忘れてるみたい。こんな鬼ごおり見たことないわ。飛んでるポケモンがいる。何があったんやろ。不安定だね。不安定不安定、そうそう。子供を持ち上げるのが精一杯のポケモンよ。私たちを外へ運んでもらうのは難しそうだわ。進化させようぜ。無理なんだよね。他にいないかな。手当たり次第攻撃してる感じ。うわあ、やめろ。不安定が効率的に。この時はもうダメかと思ったね。怖っ。君のおかげで助かりました。いやそれほどでもあって、ティムかよ。フワライドいたよね一瞬。ほらこの大きなポケモンって飛んでますよね。フワライドだわ。運んでもらえそうね。フワンちゃんの進化いいぞティム。脱出の希望が見えたな。フワライドね、あの子探しましょう。どこにおんだろ、フワライドって。フワライドとかいるはずだ。頼めば出られるな。運んでもらおう。よし、やつを探すぞ。オッケー。リザードンとかいたら嬉しかったんだけどな、俺的には。無理か。起きて起きて。あ、やっと起きてくれた。もしもし。おはよう。もしもし。かわいい。人もして奥にもいる？なんか喋る？洞窟なんかしてる？穴から星が見えて綺麗だとか。ゲートスポットなんだって。うわ、鬼氷だ。大丈夫かな？喋れるか？暴れた、なんで？気に食わないことあったのか？鬼。覚えてない？暴れたことすら記憶にない。何してたの？鬼。エミリーたちの撮影を見てたのを覚えてる。メイコさんたちが原因ってわけじゃないんだね。上から降ってきた？疲れている様子について。鬼。だいぶ良くなったのか。気づいた時には体を動かせなかった。鬼、鬼。水が飲みたいって。大丈夫かな？あ、人虫だ。明るくして。鬼ごりかわいそうやな。おはよう。かわいい。かわいい、もう。なんやねん、お前。喋ろうぜ。なんか知ってる？オンバットがいるって。一応飛行タイプやないか。綺麗な青い石がある。あ、不安定凍ってる。大丈夫だろ、このまま名物になるかもしんないで。溶かしてあげないけど、ね、持ち上げてくれって。わかった。割っちゃダメだよ。どっかないかな。人虫がいる。明るくして。届かねえ。とりあえず人虫に明るくしてもらおうぜ。溶かしてって言ってみようか。これもっと炎が強くないとダメかっていう。2体いるとこに行ってみる。そうそう、君いける。よし、ちょっと待ってね。これどうだ、こっちで。お、こいつらだったらどうだ。引かして。溶かしてあげて。やったぜ。うわー、溶けた溶けた。ふーふわわわー。ありがとうだってよ。いいよいいよ。なんか知ってる、洞窟について。みんな仲良しだって。奥にいる人もし起こしたいんだけど。え、起こしに行ってやるって。ありがとう。不安でいいやつだな、やっぱ。わわわわわーん。起きてー。みんな寝とるな。おはよう。かわいい。あ、人虫起きた。さあ、ちょっと見てこえるか。なんか、尖った岩だったり、青い、綺麗な青い石、これが原因？どうやって降りるんだろう。
オンバット、俺オンバーン好きなんだよね。オンバット進化してくんねえかな。オンバットがいる。おーん、おーん、食べ物の匂いがするって。あ、ポケット入ってる。おーん、お菓子くれたら通してやるって。こいつ嘘ついてる。証言集めて裏を取るぞ。なんやこれ、難しいな。謎解きゲームですね。さ、この先へは人虫がいるけど、あ、起きてくれた。おはよう。人虫だらけやな。みんな起こしてごめんな、ほんと。夜遅くに。川か、あ、水の、飲めるかな。鬼ゴールのため組んでいこう。よし、ちょっと鬼ゴールにまずあげよう。オンバットちゃんはちょっと後で、まあ、後回し。大丈夫？ゆっくり飲めよ。鬼。元気になったか？よかったよかった。もう大丈夫？横穴のポケモン知らない？知らないか。横穴行ったことないか。確か入れんへんな。体調大丈夫？元気出てよかった。よし。あ、協力してくれるって。鬼ゴール、いい子だ。ありがとう。冷凍ビームを打てるんだ。オッケー。なんかあったら手伝ってもらおうぜ。で、この子ね、知ってるかな？横穴のポケモンについて。オンバットがいるから安心して中で眠れるんだって。へぇー。ピカチュウも悪い奴に見なかったってことかな？横穴は安心するスポットであるっていう証言をゲットしました。さあ、上にいる奴ら。あ、ちょっと、ダメだ、わかんねえ。不安でなんか知ってる横穴のポケモン。人虫が使う穴の隣をねぐらにしてるって。不安定は人虫の隣で寝てる。オッケーオッケーオッケー。これ大事な証言ですね。うわー、こういう推理系大変やな。苦手やぞ俺。なんか知ってる横穴のこと。人虫は寒いのが嫌で、川から一番遠い左にいる。人虫は一番左。はいはい。一番左ではない。そして不安定は真ん中じゃん。つまり。それで？なんかしてる？奥行かないのか、お前らは。なんかしてる？フワライド探してます。入り口や吹き抜きのどこかにいるよってことだけは確実です。気配がないからね、洞窟の奥ですって。よし。さあ、これで今のところ裏は取れてきましたね。真ん中でいいのかな、これって。おーん。なんか知ってる？おーん。違うポケモンがいるんだって。なるほど。穴のポケモン別々。進化前、進化後とか関係なく別々なんだね。はいはい。まあ、とりあえず分かったね、これで。ここが人虫。なんか知ってる？よく眠れない。ごめんな。おーん。違うポケモンがいるって、みんな、同じことやな、ここは。はいはい。じゃあ、とりあえずもう行っちゃいましょうか。ここに、人虫、不安定、フワロイド、フワライド、フワロイドがいるって感じでしょうか。いろんな人間が見られて面白いっていう。よし。まあ、ここは同じ話ですね。じゃあちょっと入ってみましょうか。ここだ！あれ？入れないよ！もしもし。まあ、調べる。まだ聞けんのか。もしもし。横穴のポケモン知ってる？オンバット朝になると食べ物探しに出かけるんだって。さあ、オンバットの行動をゲットしました。さあ、もう分かってきたんだけど、これでいいのかな？ピカチュウなんか知ってる？うわ、また忘れかい！うっせぇ。ジョークだよ、ジョーク。おっさんみたいな顔しやがって、お前、もう。ふわわわわん。上の人にも聞きたいなぁ。さあ、もう聞けることは全部聞いたと思うんですけど、どうやって中に入るんでしょうか。もしもし。ね、わかんない。君知ってる？もしもし。知らんよな。ピカチュウどうする？もう通してもらう？とりあえず。
推理メモも見た感じではフワロイドがいる横穴はどこかなっていう。いいかっていう。はい。チャンスは1回だけだ。1回だけチャンス。慎重に考える。分かった。まずは証言を集めるんだ。もう証言集め終わった気するけど。あ、よかった。さあこれで行ってみるか。横穴のポケモンが分かる証言はどれっていう。まずね、一文字は一番左に集まる。これだ。なるほど。そして次ですね。オンバットのおかげで横穴は安心して眠れるじゃない。不安定はいつも一文字の隣の横穴にいる。つまりここですね。ほう。それで？で、最後。で、全部ポケモンは違う。それでいいか？さあ、これ、ちょっと証言やってみましょうか。どうぞ。グッド！そうだ。その3つの証言で。どのポケモンがどこにいるか分かるな。その通りだ。それぞれの穴にはどのポケモンがいる。そう、一番左にはそう一文字がいます。なるほどね。皆さんちょっと見づらいですね、この画面。失礼しました。ちょっと両画面にしときますね。そして真ん中には不安定がいます。そして最後ですね、フワライドが一番下にいます。どうだ。フワライドがいるのはそこだ。やったぜ。に伝えてフワライドにご対面だ。さあご対面いたしましょう。一番右の穴です。みんな嘘ついてんだな。なんで嘘ついたのあいつら。はい、これ君にあげる。あーん、ありがとう。ピカチュウ危ないよ。おーい、フワライド、あ、連れてきてくれた、ありがとう。でっか、風任せだ。ふわーふわー、バッチリだぞ。やったぜ。なあフワライド、俺たちをこの洞窟の外へ運んでくれねえか。ふわー、人間が3人と俺だ。ふわー、風が弱いって。え、風が弱いとダメなの。強い風、レートビーム打ってもらう。やっとフワライドを見つけたな。高く飛ぶには風がいるって。風さえ吹けば脱出できるぜ。オッケー。さあどうやって風を起こすかだね。あとはピカチュウどうする。かすかに風を感じるぞ。どこ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 から来てる。どっかに隙間風があるってことだね。ピカチュウさすが名探偵。名探偵関係あんのかなそれ。鬼ゴリ風起こされへん？あかんかお前。風どこから来てんだろう。ん？風ってなんかわかる？タイヤの洞窟はいくつか抜け穴があって風が吹き抜けることがあるんだよ。塞がってるケースが多いんだ。ちょっと穴が塞がってるとこ探すか。風知らん？風を感じる奥からだと思うわ。奥か。じゃあ奥の方行ってみるか。よし。ちょっと見てみますね。どこやろ。君たち3人のとこかな。あれ、奥から風が吹いてる。川があって行けないんだ。あー、なるほど。これで冷凍ビームを撃ってもらうっていう作戦か。橋を作るんだね。わわわわ。くさ腰痛めてるとかもうおっさんやんお前。その顔やばいって。どうしようかな。冷凍ビームを俺は撃ってほしいんだけど、どうしたらいいだろう。運んでもらう。そもそもまずフワライドに。うわー、最近人間が増えたねっていう。で、川について。ふわー、あ、向かい風が吹いてて無理なんだ。じゃあどうしよう。もしあ、ちょ待てよ。棒切れ使って渡る無理。そういうことではなすびですね。で、だあとはなんかいるかな。とりあえず、オンバットとかにも聞いてみるとか、せな、多分あかんやろな、これ。石が落ちてる。
なんで石ころめっちゃ落ちとんだよ、ここに。もしもし君なんか知らん？オンバトちゃんなんか知らんか？さっき餌あげたやん。あんが、君なんか知ってる？あかんでこれ、ピカチュウ。もしもし。ピカチュウどうしたらいい？ピカチュウ！これは。何？ティム、水筒を持ってないか。どうした？はい、ありがとう、オーケー。この水でコーヒーを飲んだらきっとたまらんぞ。お前マジふざけんなよ。探偵の心を。ありがとう。何番？8と11は聞いたよ。5。その後、女性には。あら、探偵関係あるん？あん。さて、全員に話しかけたと思うんだけど、まだダメなんだよね。レイトビーム打ってくんない？あら、鬼。さあ、何かあったら協力してもらおうって、今すぐ協力してほしいんだけど、フラグが立ってないんだよね、なんか。誰だろう、フラグ。お姉さん、わかる？あ、川についてあった。幅はどれぐらいあるの？ 5 メートルぐらいあるわ。なんか知らん、お姉さん。渡るにはどうしたらいいの？凍えちゃうって。川の水はすごく冷たい。すごく冷たい。ヒントが少し出てきましたね、これで。冷たいってことは？ね、凍らせて渡ったらいいんじゃろう。おー、いけそうだ。さあ、鬼ごり頼んでみよう。頼む。レッドブル、ビーム打って。レッドビームで凍らせてくんねえか？凍れんの？動いてるもの凍らせれんのかな？やってみて。いけよ、鬼ごり、冷凍ビームだ。ウェーイ、やる君。あ、もう疲れちゃった。ありがとうな。よし、じゃあ奥行ってみましょうか。おい、ピカチュウどうした？やだよ。面白いぞ。かわいいな、意外と。なあ、奥行ってみましょう。